という意味、外から見た東電という意味でね、はい、やはり我々が当たり前のように思っている世の中との向き合い方、まあ、東電の常識が世の中から見ると必ずもそんな常識じゃないんだと。でも何でもそうですけど、その組織の中に入ると俯瞰でね、客観視、自分たちの組織を見るとできなくなりますでしょう。それがものすごく大きな財産だったわけですね。これ今でも私の財産ですね。外から見た東電、両方こうバランスよく見られるような、そういう目をお持ちになったということですね。そうですね。2007年、新潟県中越沖地震の影響で、柏崎刈羽原子力発電所が全期停止。業績面でも28年ぶりの赤字に転落したさなかに、清水社長は就任しました。震災でまあ、ね、柏崎刈羽発電所が、まあ、あの前提という状態だったわけですけど、はい、やっぱりそれによる影響というのは、これはまあ、大大きいものがありましてね、うん、もちろんあの本来 の、 その電力の安定供給に支障をきたせる可能性としてもにあるわけで、うん、しかも特に環境面ですね、この影響も非常に大きいですから、なんともしてもやっぱり収支に対する大きなインパクトを与えたと、まあ、そういう状況の中ですね、したがって、まずその、早くその健全な状態に戻すということが、うん、まあ、当時の私の就任した時の最大のやっぱり課題だ、うん、だと思いますよ。だからそういう意味であのまだ完全に復帰したわけではないんですけど、うん、あのそれにまず全力に取り組むと、うん、でただですね、その時に私は今でも申し上げて言ってることなんですが、それはあの原子力発電所を復旧する、もちろん早く復旧させたい、うん、というのは、まあ、当然悲願なんだけど、はい、やっぱりあれだけの地震を受けて、いるわけで、これは世界的に全く例がない、したがってこれは将来のことを考えた場合に、これをやっぱり大きな教訓として生かさない手はないわけです。したがって今設備の復旧を進めてますが、やっぱり将来の災害にもう耐えられるように、むしろそういうしっかり構築、再構築する時期と考えようじゃないかというわけですね。まあ、そういう思いでやってますから、まあ、やや時間がかかってる、私時間がかかってもいいと思ってるんですよ。それは将来のことを考えれば、今からしっかり手立てを講じておくということが極めて大事だと、まあ、そんなつもりでやってきてるわけですよね。やっぱり寒ならず急ならずというのが私モットーなんですね。寒ならずというのはその緩急自在の寒、はい、スピード感も大事だということですよ。勘ならずっていうのは、ゆるゆるしちゃいけない、スピード感ってのはものすごく大事だけども、急ならずっていうのはね、やっぱり愚直に足元をしっかり固めることも大事なんだと、そのバランスなんですよね。これは物事全て当てはまる、特にこういった私のような立場で会社全体の経営ということになればね、常にそれは頭の中に置きながら進める。今実際、再稼働させていらっしゃるのは3分の2ぐらいまでいったんですか。7機のうちですね、まあ、3機が再開になりましてね、うん、あの次の1機がまあほぼ今あの出力も出してますから、はい、まあ、ざっくり申し上げると4機が、まあ、ほぼ復旧になる、うんうん、あと残りの3機が、はい、まあ、今まさに、さっき申し上げたように、うん、まあ、将来も見据えながらね、うん、しっかりとその設備の補強をしているという状況ですね。はい、